ヤババトゥーデンは日本の音楽バンド。1980年結成。ボーカルインターネットとメモでやめるによるユニット。ベース、ドラム、シンセサイザーがゲストで毎回入れ替ル。る。ジャンルは本人たちは明確なものはないとしているが、販売店ではシティポップに分類されていることが多い。1985年、スマッキレーベルから音源を発表。1990年、 音源に反響があり、ドイツのインディーズで有名なレベル、バイエルンに招待される。1990年から1992年まで、バイエルンに所属し、ドイツを中心に活動域を拡大していく。1993年、ボーカルインターネットの交渉恐怖症により、ドイツでの活動を一旦中止し、イタリアへ拠点を移す。イタリアでは主にスタジオでの制作に集中した。しかし、 イタリアでは、ボーカルインターネットが、ワインにはまり、武道園の経営に乗り出し、音楽活動を停滞させる。この頃、ギターのメモでやめるは、メモが取れていない。音楽活動の停滞したジバボッテンは、イタリア会議と少子近所に住む気氷を召集し、彼らが今まで聞いてきたレコードなどおよそ200点余りを集め、溝読み会を開催する。その様子を、 メモでやめるが配信していたが、視聴者数はかんばしくなく、そのことを SNS で世界に向けて発信してしまい、関係者に慰められるも、この頃ジバボテンの活動に出入りしていた大ダルマと、福助に、みっともないと悟されている。メモでやめるはこの時のことを、ダルマや福助といった置物会の重鎮が来てくれるだけでも、すごいことなのに、年切りに反省しているが、 これはメモでやめるの精神状態の悪さによる幻覚の一例との説もある。2000年代に入り、インターネットが日本に戻り原点に立ち返りたいとし、バンドは帰国の準備に入る。イタリア時代にサポートで入っていたメンバーと別れるのが辛くなり、インターネットが帰国を取り消す発言を何度か繰り返すが、メモでやめるはその度トマトを見つめることを繰り返し、そのうちに自分は トマトと愛し合っていると言い出し、インターネットは日本に戻らなくてはいけないとバンドの帰国の日程を早めた。帰国したジバボッテンだったがギターのメモでやめるはソロ活動に没頭し、公演地無力無禅地などで人気を集める。一方インターネットは熱海二重、突然、ポンポコというワードに典型を受け、これは力の言葉と感銘を受けていたが、 商品名として使われているのを見かけ、知人に分かってるやつはやっぱり取り入れていると苦悩ながらに漏らしている。ありがとうございます。